皆さんこんばんは。ニュース250のキャスターの東谷英晴です。ただいま速報が入りました。お笑い芸人の東谷2時50分さんがお尻から吹いた粉で作ったアート作品バンクシー、これに対し本家バンクシー側から連絡が入りました。現在横浜で開催中のバンクシー展に展示させてほしいとコラボのオファーが来た模様です。マジかよ。今回ニュース250が独占で取材しました。名刺交換してるんじゃん。ちょっとこの辺で。すごい。どこで飾ってんのこれ。どこで飾ってんの？ブリーフダー M。どこで飾ってあるんだよ。あれですね、本当にバンクシー店の本当入り口に飾ってあるんですよ。おお。はい。だからもうバンクシー店に来た人は全員もうバンクシーを目にすることができます。お、本当か。はい、すごいな。はい、本日からバンクシーがバンクシー店の方に展示されるようですので、そうか。はい、気になる方ぜひ行ってみてください。わかった。最後にキャスターの東谷さん、バンクシーに一言いただけますか？よし、バンクシー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 。すいません、取り乱しました。すいません。皆さん、良い一日を。